皆さんこんばんはモナリ・リザ・クロームでございます。いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。さって皆さん今日は大晦日でございます。ということで今夜は年末特別企画として 今年1年間私が購入したレンズの中から実際に使用して良かったレンズベスト512345本準備させていただきましたのでそのレンズのお話をさせていただきますただこれはあくまでも私の個人的な感想であり 古いレンズも含まれていることを許しくださいそれでは行ってみましょう第5位はソニーの FE24mmF1.4G マスターになりますこのレンズ2018年の 発売ですから古いレンズになるんですよ。設計はちょっと古いかもしれませんけども全然古さを感じない、えー、優れたレンズだと私は思っています。フォーカスブリージングという欠点はあります。えー、YouTube の収録でこれずっと使ってきましたけれどもこういうふうに寄ると画面が。 画角がこう移動してボワンとなるという欠点はありますけれども、それだけですよ。2 4ミリという広角レンズとは思えないダイナミックな立体感。これを表現します。YouTube の撮影でも今年はね、大活躍してくれたレンズでございます。 エンジェルズ・キス・フォル・ザ・オン・ミーの撮影での一コマになります24ミリらしい広い画角ですねこれだけの広角でももかさんの瞳を正確に捉え空気感を描き出す優れたレンズですもう安定して撮影できるさすが G マスターという感じです このボケ感もね見事ですよねこのレンズを持っていると撮影が楽しいんですよ空間を表現する力そのボケの美しさズームレンズでは描けないような世界をこう作ってくれるんですね解像感とボケ味が両立していて その表現力はとても奥が深いです。撮影していて幸せになれるレンズですよって前お話しさせていただきましたがその気持ちは今でも変わりません。本当に素晴らしいレンズだと思います。第4位。第4位はこちらになります。タムロンの f2.8 di3 vxd g2 これは昨年発売されたレンズでコストパフォーマンスが極めて高いレンズでございますもしこれからカメラとレンズを購入したいどんなカメラとレンズがいいですか って聞かれたら私は間違いなく、この 2875g2 とアルファ74をお勧めいたします。まあ、これがあれば人物撮影から風景撮影に至るまで幅広い撮影に対応できますし。 快適で精度の高い撮影を楽しむことができると思います。今年撮影したベストショットの1枚かもしれません。ズームレンズなので素早くアングルや構図を決めて撮影できます。改造感も見事で3300万画素の α74 の 解像力を導き出してくれます。リアルタイムトラッキングとの相性も純正レンズ並み。AF も早いので、えー、撮影のリズムを崩すことはございません。このレンズは第三元の標準ズームレンズ、つまり F2.8 投資なんですよ。 なのでその明るさを生かしたボケを作ることができます価格も手頃ですし画質にも手抜きがございませんそしてタムロンレンズの良さの一つに接写能力がございますこのように撮影できるのもまた素晴らしいと思います今日のタムロンを代表する一本だと私は思っています います第3位第3位は何だと思いますか第3位はこちらですニコン AFS ニッコール 58mmF1.4G すっごいレンズですよこれは発売は2013年だからもう 大体10年前のレンズということになりますこの10年の間にカメラやレンズは大きな進化を遂げています時代は一眼レフからミラーレスの時代に変わりましたでもこのレンズの輝きが薄れることはございません私にとってはキングオブザレンズでございます F マウントの素晴らしさは私は個人的には空間を表現するダイナミックレンジの広さだと思うんですよ空間処理能力が多彩であるレンズごとに個性があるですから自分ならではの表現をすることができる一本のレンズなのに絞りを変えるだけで 表情が変わる。そういうね、撮影する楽しみを教えてくれるんですよね。これは一眼レフの D780 で撮影した写真です。雨粒やオープンの文字、そして背景のボケを見ていただきたいんですよ。F1.4 の解放です。この個性が このレンズの特徴なんです F マウントの凄さなんですよ物語を作り出してくれますこちらは F3.2 まで絞っています絞ってもこのボケですよ撮影したカメラはニコン DF になります DF もこの 58mm も10年前の発売なんですけれども 決してこの絵を見ていただくと分かるように負けてはいない古さは感じないこれは D780 を使った JPEG 取っ手出しになりますまあこのレンズに憧れたのはやっぱりこのボケの美しさですねため息が出るほど美しいボケを作り出すレンズでございます 残すところあと2本になりました私がこの1年間使ってみて私が本当に気に入ったレンズ残り2本を紹介します第2位はこれですタムロン 70180mm f2.8di3 vxd になりますめっちゃ軽い ですよ2020年発売2年前のレンズですね。このシンプルで飾り気のないデザイン見た目はね魅力のないレンズですよねっていうとタムロンさんに申し訳ないんですけどもタムロンの第2世代 2875G2 と比較するとやっぱりね デザインはダサいっす、ね、<laughs> できれば来年か再来年には G2 がね、えー、出てほしいなと思いますねしかしねこれ使ってみるとねこれはねもう驚きでしかないっすよもうこんな魅力的なズームレンズ私は経験がないそもそも単視聴点ばかり使ってきたので こいつにはもう本当に驚かされましたね。何がすごいかって言いますと、これってまず基本的に F2.8 投資の大三元の望遠ズームレンズじゃないですか。8 1 0グラムなんですよ。ですから、α74 に付けっぱなしでどこにでも持っていけるんですよ。 一昔前の大三元標準ズームレンズそれよりも軽いかもしれないですよ驚きですね驚くのはそればかりではございません画質がいいんですよこのレンズで風景写真を撮ると2400万画素のカメラでは見ることができない世界を教えてくれるんですよね それはやっぱり驚きましたねと同時に単焦点レンズには負けないボケの美しさ F2.8 開放で70から 180mm まで使える幸せを感じますこのレンズの評判はね聞いてはいましたけれども実際に使ってみるとなるほどなって理解できましたね 来年は出番が多くなるレンズ。間違いございません。素晴らしいです。では、第1位です。もうやっぱりこのレンズだなって1年間通して感じています。それはこちらです。ソニー FE50mm F1.2 G マスター、Master、GM です。 重いっすよこの重さはこちらとほぼ変わらないですやっぱりこのレンズが作り出す絵は格別ですねこのレンズを使うまではセンサーの画素数は2000万画素あれば十分じゃないかって思っていたんですよ ところがこの α74300 万画素でこの 50mm の G マスターを使うとこちらでも言いましたけれども今まで私に見えていなかったものがくっきり見えるんですよ。自分の知らない世界があることを教えられたんですよね。同時に F1.2 という明るさ。この F1 F1.2 ででこの小型軽量ですまさに新時代を象徴するレンズだと私は思いました α74 での撮影になりますもちろん開放 F1.2 です開放でありながら隅々まで改造しレンズ収差など全く感じられませんそれでいてこの美しいボケ その1ミリ単位のボケそういうものをこう認識させてくれるレンズですよこんなレンズは経験がないです何気なくシャッターを切った1枚ですが完璧ですよね F1.2 が作り出す世界これですよスマホでこんな絵は絶対撮れないです この空気感はやはり単焦点レンズならでではの世界でございますこれも F1.2 ならではの写真になります夜の撮影でもノイズレス玉ぼけも綺麗大光景の単焦点レンズだから撮れる世界ですよね まあ、とはいってもねこのレンズは大きく重たいので私はいつも持ち出すわけではないんですよここぞという時だけ使っていますが、まあ、もっとね使っていいレンズじゃないかなと思っていますね、うん、このタムロンの70-180はほんと素晴らしいレンズですけれどもでもやはり 単焦点レンズには単焦点レンズにしか出せない世界があるんだぞということをね、改めて教えてくれた本当にすごいレンズだと思います。というわけで、えー、まず 24mm の G マスター、2875の G2、58mm、10年前のレンズ、 それから70、180ミ、mm、リそして50ミ、mm、リの G マスターということになります、まあ、今年は、ね、E マウントを導入しましたのでどうしても E マウントのレンズが多くなっていますけれどもすごくね、えー、楽しい1年間でしたねレンズによって絵も違うし撮影する楽しさ撮影する技術もね えー、このレンズによって学ぶことができたかなと思っています今年私が購入し実際に使ってみてのベストレンズ5本を紹介させていただきましたあくまでも個人的な意見になりますこの1年間、えー、皆様方のご支援をいただきニコン DF 友の会写真展をはじめとして えとてもね、有意義な一年間を過ごすことができましたえ。皆様方に心よりお礼申し上げます。ありがとうございました。